じゃあリミちゃんどんなこと聞きたいですか。あ、なんか今犬がすごい好きで、はい、犬2頭飼ってるんですけど、はい、そのままの2匹飼ってるんですけど、うん、犬に関わる仕事をしたいがってるみたいで、その方向でいいのかどうかっていうのをちょっと見ていただけると、うん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 、その方向でいいのかどうか、はい、かしこまりました。じゃあちょっと手相もいいですか。はい、うん、リミちゃんの場合はお仕事の線はしほちゃんよりは若干薄めかな。だからまだなんかこれから未知数というかですね、今犬のねに関わる仕事したいなっていうのあると思うんですけど、またこれから変わる可能性もあるっちゃある感じもしますけど、でもなんかこうずっとその気持ちがね変わらなければ、なんかその犬に関する仕事っていうのは結構なんか頑張っていけそうな雰囲気もありますね。じゃあちょっとカードで見ましょうね。はい、じゃあストップと好きなところでおっしゃってください。ストップ。はい、はい、じゃあ今日どっち使いたいですか。なんとなくこっちかなんでいいですよこっちで、はい。じゃあ犬のお仕事でね自分に向いてるんですかっていう感じでちょっとねかざすような感じで両手ちょっとお願いします。じゃ心の中でね犬の仕事自分に合ってますかっていう感じで念じてみてくださいね。じゃあここでいいかなで手離してください。じゃあお願いします。はい、じゃあ左手で3つに山を分けてください。じゃあ左手かな、はい、うん、はい、じゃあ1つにまとめてください。はい、じゃあ上どっちにしたいですか。こっち。じゃあリミちゃんが選んでいただいた上をこっちにしていきます。じゃあちょっとイエスノーかで聞いてみましょうか。いいカードが出てきたらちょっと向いてそうかなっていう感じですね。で悪いカードが出てきたらちょっともしかしたら変わるかもしれないし、これから努力次第ではねちょっと変わってくるかなという感じで見ていきます。1枚スーッとどれでも好きなカード引いてもらっていいですか。これね、はい。じゃあヒントのカードを2枚引いてください。2枚引いてください。どこでもいいって。どこでもいいですよ。あと1枚。これと、はい。じゃあヒントのカードからザン。じゃあいきましょうか。パン。そうだな、正直申し上げるともしかしたらもっとマッチする仕事っていうのが出てくるのかもしれないです。ただね向いてないというわけじゃなくて、なんかそのね犬のね仕事についてもやっぱりそれなりにねお仕事としてね稼いでいくことはできると思うんですが、このそうだな、1番のカードは逆さまに向いてるとかメインのカードは逆さまに向いてるっていうところで言うと、もしかしたらなんかすごくもっともっと稼げる仕事というんでしょうかね、なんかリミちゃんがねこうやってすごく稼げる仕事っていうのはすごくありそうな感じもしたりとか、もっともっとすごくやる気が出そうな仕事っていうのもねちょっとこれからねまだねお若いからね出てきそうかなっていう感じもちょっとするところでありますかね。じゃあでも今ちょっと犬の仕事やりたいなっていう感じだと思うので、じゃあそのね仕事に就くためにどういうことを今から頑張ればいいのかみたいなちょっと最後ね見た方がいいかなと思うので、ね、今ちょっとやりたいなっていう気持ちが強いと思うので、じゃあもう3枚もうじゃあもう1枚メインのカード1枚引いてもらっていいですか。はい、じゃあ2枚引いてください。これ、はい、じゃあもう1枚、はい、そうだな、いろんなことを経験していくことかなっていう感じでちょっと出てますね。なんかこう一つのことを長く続けるっていうのもやっぱり成長するためには必要なことかもしれないんですけど、その犬の仕事に就くっていうところで言うならば、なんかいろんな経験値を踏んで、それこそなんかいろんな失敗をしていろんな人に出会って、そうすることによってなんかこうその犬の仕事に就くためにどうすればいいかっていうのがなんか見えてきそうな感じがするので、いろんなことをやってほしいかなと思いますね。
うん、いろんなことやって失敗して、いろんな人と出会って、それをね、なんかリミちゃんね、の成長につながるよっていう感じでね、出てるので、ぜひちょっとね、頑張ってみてくださいね。はい。あとなんかお二人からなんかこういうこと質問してみたいなとかなんかありますか？YouTube のことかな、うん、これからしぼりみチャンネルどんな感じに成長するかみたいな、うん、なるほど、じゃあそれちょっと見ましょうかね、最後にね、見方としてはさっきみたいにちょっとどうなっていくかっていう見方と、あと何月頃なんか浮き沈みみたいな感じで見ることもできるんですけど、どっちで見ます？まあ、何月とかやってないんでそっちで見ること、はい、見てみます、はい、ちょっとこれから1年間のねちょっと流れというかね、まあちょっと何月頃がねアップダウンでみたいな感じでね、あとまあ総合して1年間どうなるかっていう感じでねちょっと見ていきますね。怖い。じゃあしほちゃんに代表してストップしてもらうかな。はい、ストップ。はい、まずメインのカードからいきましょうか。こちらのカード、これ県の仕事、県のカードってお仕事だったりとか、まあ、学生だと 学業っていう感じのカードになると思うんですけど、ちょっと学業のことが忙しかったりとか、まあ、学校のことですね、勉強とかね忙しくてなかなかこうちょっと力をね十分に YouTube の方にね注ぎきれないっていうところがね、ちょっとこれから増えてきそうだよっていう感じのねカードがちょっと出てます。で、何月頃ですね、いい月としてはねいいかというと11月、あと12、8、9、10、11、12、来年の3月とですね、いいカードが出ています。で、さっき申し上げたダイアルカナ22枚のカードとこちらのカードですね、一番の始まりのカードが出てます。なので8、9、10、11、12、1、2、3月、年度の終わり頃ですね、だから4年生ね、2年生と4年生の最後のあたりで、なんかちょっとねこうボンとくるような、なんかこう動画みたいなのを出せるというかね、作れるんじゃないでしょうかね。で、なんかね新しいことにチャレンジするといいと思います。これね始まりのカードなので、なんか今までやって動画でね撮ったことないような、新しい試みというかね、そういう部分だったりとか、あとはなんかこう技術的な面とかね、ちょっとこう道具を使ったりとか、なんかこう工作みたいなもんなんですけど、そういう動画とか撮ったことあります？ありますか？そしたらなんか道具使ったようなものだったりとか、技術面をなんか磨くだったりとか、そういう部分でのなんかちょっと今まで撮ったことない新しい動画みたいなのをちょっと撮っていただくと、なんかボンとねいきそうな感じがあるので、ちょっとねなんか考えてね頑張ってみてくださいね。はい、はい、じゃあ大丈夫でしょうか。はい、じゃあね、今日ありがとうございましたね。頑張ってくださいね。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。グミ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 ペア。 Sunday, the only one that's